五条市大東町、宇いの国道百六十八号線自滑り、復旧箇所から、対岸の県道七百三十四号を撮影和歌山、県道、奈良県道七百三十四号、高野津自動線は、和歌山県伊戸群高野町から、奈良県五条市に至る、一般県道である。前線にかけて、道が狭く、山の中を通るが、農地や民家などに沿っているため、生活道路として、 地元住民が利用している。2004年8月10日に終点近くの天の川対岸で大規模な地滑りが発生して国道168号線が崩壊し現場一帯の約 3.0km で不通となった時におよそ3年7ヶ月に渡って本堂が迂回道路として活用された。その少し前2004年6月に終点近くの橋が大雨で被災したが 国道百六十八号の迂回道路とされるため、仮橋により復旧され、二千八年四月十七日に、潜水橋が共用開始されるまでの四年余りにわたって用いられた。二千十一年九月の台風十二号の影響で、発生した大規模な土砂崩れにより、野瀬川村中津川地区と五条市を東町清水地区で壊滅的な被害を受け、二千十三年初頭時点でも、 通行止めとなっている、は、重複路線の道路、ありがとうございます。